なるほどね。わっわっびっくりした。来たな。お待たせ急に来るやん。ガチノーアポで来るやんお前待ってたよね今ちょうどねルーム立て直しだったからね、いいタイミングで来たよ。よかった。どんな質問でも答えてくれるのか。どんな質問でも答えようかな。何が来んのかな一体。スイはさ、うん、M なの S なの。あー飛ばすね。やっぱねここでしか聞けないからさ。いや M か S かか。ちょっと待って、当てたい当てたい当てたい。あ、ええはい。怖いおいだってないぞ星町彗星の M か S 当てる機会なんて。そうだけどさ今のすっさんすごかったぞ嘘嘘。当てるぞ当てるぞ。スイちゃんって S なの M なのあ、待って当てた当てた当てた。それまでさ誇張してるわお前本当に。誇張ばしらきやね。おいついやめてそんな質問するから。あ、そういうこと。確かに。じゃあ当ててみたら。いやでも待って、そのさ自分が M か S かってさあんま考えたことなくない。え、でもねスイはね、わあでもどうだろうな、スイは意外に自分に厳しいからはいはい、はい、M だと思うよ。なるほど。僕はスイは S だと思うな。スイ S なのかな。スイは S なんだけど、こう分からされてほしいんだよね。うわやばいおじさん来てますこれ。スイ同人誌のネタやんそれ。おいやめろやめろ、言葉を濁せスイ。ちょっと何言ってもいいけど、ちょっと薄いやんそれ。え、ちなみに2人は何をもって自分は S だ M だって話してるの。え、周りからめっちゃ言われるから。あ、そうなの。 M なの、うん、ってめっちゃ言われるから。そうなのね。スナイプクソうまいやつおるだろこの中に。1人3人しかいないよ。誰スイもしかして。3人しかいないよ。いやーねえ、ね、周りから M だって言われるんだ。めっちゃ言われる。え、言われないっす M だねって。言われないよそんな。言われないか。言われないよ。M だねとか S だねとか言われたこともない。あ、そうなんだ。でもスリルが気持ちいいってなるタイプだから M かもしれない。だよね。なんかねついねやっぱ S っぽく見えるんだけど言葉の端々から M がねにじみ出てるね、何それ ど、ね、どんなとこどんな端々。え、なんかすごい自分を追い込む発言が多いのねあ確かにストイックだもんね。そうそうそう、なんかそれがすごい、はいはいはい、あ、スイは M なんだなと思って見てるよこれ